はいどうもみなさん、こんにちは。えずっこです。それでは今回なんですけども、トヨタオレットが常時1.5%還元、クレジットカードやキャッシュと組み合わせればさらにお得ということで、今回はあの世界のトヨタが提供するスマホ決済、トヨタオレットについてですね、この動画ではトヨタオレットがこれまでよりちょっとお得になりましたよということと、使い方によってはさらに還元率をアップさせることができる方法についてお伝えします。まだですね、利用されたことない方は、初回特典もありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います。それでは 行ってみましょう。で、まあ、そもそもですね、このトヨタウォレットって何ぞやっていうことを思う方いらっしゃると思うんですけども、今お伝えしたように、トヨタが提供するスマホ決済サ,サービスとなっております。まあ、これまでね、何度か動画にさせていただいたことあるんですけども、かなり久しぶりに動画として取り上げます。で、このトヨタウォレットがですね、昨日ちょっとツイッターで話題になっておりまして、また新たなキャンペーンを発表したので、そちらについてお伝えします。 ま、簡単に言うと、このトヨタワレットを使って、ID 決済とかマスターカードコンタクトレス決済、こういった決済を行った場合 1. 5、1.5%キャッシュバックされるキャンペーンとなっております。でですね、ちょっと真ん中にも出てるように、プリペイド型スマホ決済の場合は、業界最高水準というふうになっております。まあ、確かに言われてみると、1.5%還元って、今だと結構高い還元率かなと思いますね。で、ここにもしっかりと説明書きが出ております。毎月の ID 加盟店、マスターカードコンタクトレス加盟店、 国内マスターカード加盟店オンラインショッピングでのご利用金額の1.5%を翌月の10日以降順次 トヨタオレット残高にキャッシュバックされると、ぜひ毎日のお買い物にトヨタオレット ID、マスターカードコンタクトレス、マスターカードショッピング、オンラインショッピングをご利用くださいということで、まあどれぐらいキャッシュバックされるのかというイメージも出ております。1ヶ月に1万円分 ID 決済とかマスターカードコンタクトレス、こういったので決済したら150円分がキャッシュバックされるということになりますね。まあ主な決済方法として、ここにも出てるようなその ID とマスターカードコンタクトレスっていうことなんですけども、まあ ID が使えるお店ね、本当に多くなってるので、 まあ、イオンモールであったりとか、ガストとか、吉野家とか、マクドナルド、ローソンとか、そういったところもできだ、できますよと。マスターカードコンタクトレスに関してはね、もう基本的には、まあ僕が知ってる限りはコンビニおって3社、まあそういったところでも使えるかなというふうに思います。で、一応ですね、このページの中にもトヨタオレットの利用方法としてアプリをダウンロードして、 アカウントの設定方法もしっかりと出ておりまして、その後のチャージ方法の設定方法も出ております。iOS と Android の端末の方ですね。なので、登録自体はめちゃくちゃ簡単です。で、先ほどお伝えしたこの1.5%還元についてのちょっとした詳細なんですけども、気になるですね、対象期間なんですけども、ここにも出てるように、 2021年の4月の13から終了日見て予告なく終了する可能性がありますということでね。ま、これまで僕のチャンネルを見ていただいている方であれば、ある程度予想はついてくるかなと思うんですけども、ま、もともと PayPay とかも高い還元率でスタートしたっていうのはあったんですけども、それがね、今ではちょっと、ちょっとずつね、徐々に還元率も下がっていって、今の還元率に落ち着いてるっていうのはあると思うんですけども、おそらくトヨタワレットもその流れかなと思いまして、ま、どれぐらいの期間が1.5%が続くかっていうのは僕も、 全然予想はできないんですけども。 とりあえず、この4月13日から、まあ、数ヶ月間とか、まあ、半年とか1年とかわかんないんですけども、その間に、まあ、たくさんね、使ってくれる方を増やしてっていうイメージでもあるかなというふうに思います。なので、もし使う場合はね、まあ、この期間内はフル活用しても全然ありかなと思います。で、支払い方法はね、先ほどお伝えした3種類。ID、マスターカードコンタクトレス。で、マスターカードのオンラインショッピングもできると。で、このキャッシュブックに関してなんですけども、毎月10日以降順次、トヨタウレット残高に自動で付与されるっていうことになっております。まあ、実際のですね、このトヨタウレットの 決済するまでの流れとして、先ほどお伝えしたこの2パターンに分かれるんですけども、クレジットカードとか PC キュービックペイっていうんですかね。まあ銀行口座とか、あとはポイントとかでもチャージして使うみたいなんですけども、その後に ID とかマスターカードコンタクトレスで決済するということなんですが、今回のポイントとなるのはここなんですよね。 このチャージの部分なんですよね。結構ここがですね、いろいろと話題になっておりました。昨日ツイッター上でですね。で、一部のやり方をですね、僕もちょっとピックアップをさせていただきました。お得なチャージ決済方法の例ということで、1から4までの流れで行います。まず最初は、ビザとかマスターカード、まあクジットカードでもいいんですけども、こういったカードを準備していただいて、 次にですね、ビザプリペイドカードのキャッシュにチャージを行います。まあ、このキャッシュにチャージをすることによって、クレジットカードの還元率、例えば1%としましょう。まあ、楽天カードのビザとかマスターカードのタイプであれば、それでチャージをして1、1%のクレジットカードの還元率をもらうと。その後に3番目にキャッシュからトヨタオレットにチャージを行います。まあ、こういった時のキャッシュの還元率が0.2%還元となるんですけども、気になるですね、 キャッシュでこうトヨタウレットとかクレジットカードでチャージする時のチャージの手数料はどうなってるのかっていうところをですね、ちょっと見ていただきたいと思います。それがこちらなんですけども、トヨタウレットの公式のページのよくあるご質問お問い合わせっていう項目で、ID、マスターカード、トヨタウレット残高をチャージする際に手数料かかりますかという項目になっております。で、回答としたらですね、トヨタウレット残高へチャージする場合以下の方法については、 手数料無料でご利用いただけますというふうになっておりまして、三井住友カードをはじめ VJA 各社及び SMBC ファイナンス株式会社が発行するクレジットカード、ビザマスター、SMBC デビットからのチャージ。こういった方法は全部手数料が無料になります。まだこの段階ではキャッシュは出てないですね。で、この画面を少し下がっていただくと、ここに出ております。その他のクレジットカードについては手数料が1回に204円が借ります。 しかもですね、括弧手数料無料対応中、なお手数料無料の対応は、事前告知なく終了する場合がございますということですので、簡単に言うと、 とりあえずは、このトヨタウォレットのルール上では、この三井住友カードから始めとする、これらのカードについては手数料が無料で利用できるということが元々のルールなんですけども、今だけに関しては、お伝えしたように、その他のクレジットカードでも元々手数料かかるんですけども、手数料無料のキャンペーン中みたいなものが、ま、開催という言い方は変かもしれないんですけども、手数料無料でチャージができるということになっております。結構これ熱いですよね。 なのでこの1.5%をうまく組み合わせることで結構お得にねお買い物できそうですよね。 もちろんね、銀行口座とかそういったところからのチャージは全然手数料かかんないので、普通に使うこともできますね。なので、それを踏まえた上で、実際にトヨタオレットで決済した場合、1.5%も上,上乗せとなるので大事なとこ噛んだんですけども、実質の還元率がなんと2.7%還元が実現可能ということになります。これ結構熱いですよね。普通にトヨタオレットで決済して1.5%も結構熱いんですけども、 これだけの方法を使って2.7%まで上げることができるのは結構熱いかなというふうに思います。ですけども、もしかしたらちょっとね、これが気になっている方は、一人か二人いらっしゃるのかなと思うんですけども、あの、ビザラインペイクレジットカードですね。それで3、3%で直接こういったトヨタウォレットにチャージ、 したらお得になななるんじゃないかなというにに思思っっった方も中にはいいらっしゃるかととととうううんでですががそれがねちょっと実を言うとできなくてというのも、こちらを見ていただきたいんですが、これ、ビザラインペクレジットカードの FAQ のところですね。どのような支払い方法がポイント還元の対象外になりますかカードショッピングをご利用の場合、下記がポイント還元の対象外となりますということでね、この表の一部をピックアップしてきたんですけども、見ていただきたいのはここなんですよね。三井住友カードが発行するプリペイドカード等というところで、 ここですね。それがなんでかと言いますと、実はですね、このトヨタオレットなんと、 三井住友カードが提供するプリペイドカードになってるんですよね。まあ、プリペイドカードって言い方変かもしれないんですけども、一応三井住友カードから出てる、まあ、スマホ決済って言ったらいいんですかね。そういったものになっております。なので、先ほどの情報を踏まえたら、ビザラインペイクレジットカードでチャージはできるんですけども、手数料も無料ですごい魅力的なんですが、ポイント還元がされませんよ、ということになります。なのでね、一瞬お得そうに見えたんですけども、三井住友カードからね、発行されてるカードに関したら、ポイント還元がされない可能性 がありますので、気をつけてくださいでちなみになんですけども、このトヨタオレットについてですね、もう一つお得な使い方として例を挙げると、それがこちら、モバイルスイカへチャージが可能ということですね。僕もね、このトヨタオレットを使って、モバイルスイカへチャージ、Apple Pay でやったことがあるんですけども、確か Android の場合は、 トヨタウレットのカードの番号が確かアプリ内で見ることができるので、そのカード情報を使って、モバイルスイカにチャージができた気がします。もし間違ってたらすいません。で、もしですね、先ほどお伝えしたモバイルスイカのチャージとか、まあ、トヨタウレットちょっと使ってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、やっぱこのキャンペーンがね、結構前ぐらいから開催中でございまして、初回特典トヨタウレット残高チャージ方法の設定で、なんとですね、トヨタウレット残高が1000円プレゼントっていうキャンペーンが結構長く開催中でございます。 これはね、今多分、他のスマホ決済でも1000円くれるところってほとんどないんじゃないかなというふうに思います。で、ちゃんとここにも出てるように、初回特典には条件がございますので、注意事項必ずご確認くださいということで、詳しくはこちらというところですね、クリックすると、画面が下に下がりまして、で、この初回特典プレゼントについてということなんですけども、この初回特典のプレゼントの対象となるチャージ方法として、TS キュ b i c Pay、クレジットカードまたは銀行ペイの登録銀行となりますということになりますんで、なのでね、 なので、いずれかこれらを行う必要っていうのがあります。で、チャージ方法を設定した後に、初回特典としてトヨタオレット残高1000円分をチャージいたします。ただし、 チャージ方法のうち、クレジットカードを設定していただいた場合は、当該クレジットカードで500円以上のチャージが必要となるということですので、なのでもしですね、クレジットカードを設定される方はですね、この500円以上の初回チャージということをですね、忘れないようにしてください。でないとね、せっかくもらえる1000円がもらえませんので気をつけてください。他のね、細かいところに関してはね、キャンペーンページをしっかり読んでおいてください。 それでは本日お伝えしたことをまとめです。まず還元率なんですけども、もともと特にね、トヨタオレットで決済することで還元率っていうのはなかったんですけども、これがね、1.5%までアップして、それが、まあ、いつまで続くかわかんないんですけども、 昨日ぐらいからね、長くとりあえず使うことができますよということですね。で、チャージ手数料無料っていうふうに記載はされてるんですが、先ほどもお伝えしたように、いわゆるその三井住友カードから発行されているようなカードに関しては、もともとね、チャージ手数料はかからないものになってたんですけども、他のクレジットカードでチャージをする場合、 手数料がかかってたんですが、これは今だけ無料になってますよと。なのでこのチャンスを狙って、うまくね、トヨタウォレットを使ってもいいのかなというふうに思います。さらにね、組み合わせによっては還元率のアップを狙うこともできますので、まあ、ここら辺に関してはご自身で最適なルートをね、考えて使ってみてもいいかなと思います。 で、初回特典に関しては、もう、ただで1000円ゲットできるようなものなので、まあ条件はあるんですけども、そろそろトヨタオレット使ってみようかなっていう方はね、こういった方法で1000円をゲットしてみてもいいかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は、トヨタオレットの還元率がアップして、まぁ、さらにね、お得な方法について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。もうほんとね、トヨタオレットに関しては、出始めた当初も僕は、初回特典とかを使って、決済はやってたんですけどもこの、もう1.5%が発表されてね、まあメインで使うかどうかって正直 謎なところではあるんですけどももしね最適なルートとかがあれば使うかどうかちょっと検討してみようかなという風に思っておりますまぜ、あ、ひですねお得な還元率アップの方法とかがあればコメント欄に書いていただければと思いますここもまだ少ししか調べきれてないのであまりよくわかんないところも結構あったりするのでこういった方法ありますよとかこういった方法はちょっと難しいですよっていうのがあればですねコメント書いていただければ嬉しいですということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました